どうも、なおちんです。大の大冒険をやっていきます。よろしくお願いします。今日は最強キャラランキングをやっていきます。まだ発売から3日しか経ってないので、今後評価が変わるかもしれません。ご了承ください。では行ってみましょう。それでは第6位です。第6位は鎧の魔剣のヒュンケルですね。ヒュンケルは鎧の魔装の方が強いので、魔剣の方をわざわざ使わなくてもいいかなっていうところです。攻撃速度も遅いですし、技も魔装の方が強いと思います。続いて第5位です。第5位は武闘家のマームですね。マームはヒーラーとして使いたい。後々になると HP 吸収のスキルがレベルアップして10数%回復するようになるんですよ。でもそれであってもやっぱりヒーラーはヒーラーとして使いたい。なので俺は武闘家マームは5位かな。続いては4位。4位は鎧の魔装のヒュンケルですね。攻撃速度と攻撃範囲が広くって、序盤雑魚散らしに結構使えます。でも終盤になってくるとちょっと攻撃力不足かなって思うところが出てきますね。でも防御力が高いので、タンクとして最前線で戦ってもらってます。第3位はダイですね。攻撃範囲はヒュンケルの方が断然広いんですけども、ダイは魔法が強いんですよね。バーストした時の魔法、そして攻撃速度がものすごく速くなりますので、使ってて気持ちいいです。続いて第2位。第2位は僧侶マームですね。やはりヒーラーは絶対に必要。 HP 吸収のスキルはあるんですけども、瀕死から復帰できるほど回復はしないので、やっぱりね、僧侶のマームを入れておいた方がいいです。もう終盤になってくると、マームがいないとちょっとやられちゃうんですよね。絶対必要だと思います。それでは第1位ですね。第1位はダントツでポップです。ポップの魔法がとにかく強い。もうコンピューターに前線は任せて、後ろから魔法をチク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 連射しとくだけで大体勝てます。もうポップがいないと高難易度はちょっと難しいですよね。間違いなくポップ1位です。はい、ということで今日は最強キャラランキングをやってみました。まだ発売から3日なので評価がまだまだ変わると思います。そしてこのランキングには個人的な意見も入ってます。ご了承ください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。